トヨタ自動車によりますと、トヨタ単体の先月の世界販売台数は前の年の同じ月と比べ 31.8% 減の57万6508台でした。しかし 46.3% 減だった4月と比べると5月は大幅に回復しているということです。特に中国では前の年の同じ月を 20.1% 上回っていて、ラブ4やカローラなど新型車の売り上げが好調だったということです。トヨタは6月の世界販売台数も5月をさらに上回ると見込んでいます。